西村健は福岡県小賀市出身の元プロ野球選手。現在は社会人野球チームのエナジックに所属。宇とう右ぎち。実刑、西村悟も元プロ野球選手である。小学校3年生の時、兄の悟の影響で野球を始めた。福岡高大上等高校3年時には、佐田岡拓馬や柴田康平と共に、 第76回選抜高等学校野球大会へ出場。しかし、西村自身には当番の機会がなかった。九州産業大学への進学後は、福岡六大学リーグで通算17勝をマーク。2008年の秋季リーグ戦では、最優秀選手賞に選ばれた。2008年のプロ野球ドラフト会議で、阪神から4巡目で指名。契約金6000万円。 年俸840万円という条件で入団した。なお、高校時代のチームメイトだった柴田も、阪神からの二巡目指名を受けて入団している。2009年、二度一軍に昇格。一軍で6試合登板し、0勝0敗、防御率5.63であった。二軍のウエスタンリーグでは、チーム最多登板となる36試合に登板し、4勝3敗。 防御率2.20であった。また、フレッシュオールスターゲームに出場し、同期入団の小はじめ結らとともに優秀選手賞を受賞した。2010年、春の一軍キャンプに参加。先発、中継ぎのこだわりなく一軍定着を目標に掲げた。3月27日の対横浜ベイスターズ戦で、プロ入り初勝利を挙げ、その初勝利のきっかけとなった。 さよなら本塁打を打った、ジョージマ・マケンジと共にヒーローインタビューを受けた。その後一軍に定着し、5月12日から2日続けて、自己最速の急速時速 149km を記録。9月9日の対中日ドラゴンズ戦では野手をすべて使い切った状態で、クレイグ・ブラゼルが審判への侮辱行為で退場となったことで、この時の控え投手陣の中で一番守備が良いとされた。 西村が急遽外野守備についた。相手が右打者の時には左翼手、左打者の時は右翼手を平野圭一と交代しながら2インニングを守ったが、守備機会はなかった。12回裏最後の攻撃の最終打席にも立つも、死球で出塁した一塁走者の荒井隆弘が、投塁失敗し試合終了となったことで、打席記録はつかなかった。シーズン中盤以降は、 疲労から次第に打ち込まれることが多くなり、終盤には二軍落ち。疲労回復を優先し、クライマックスシリーズには呼ばれないままシーズンを終え、周期キャンプにも参加しなかった。投球練習を再開できたのは12月以降だったが、渡辺良や久保田智之と共に、中継ぎのようとして活躍した一年だった。オフの契約公開では、外野手としての出場も評価され大幅昇級を、 勝ち取った。2011年6月6日に一軍昇格したが、打ち込まれ、2試合の登板のみで6月22日に登録抹消された。7月30日に再昇格し、その後は安定した投球で後半の中継陣を支えた。9月23日の対読売ジャイアンツ戦では、9回裏の1走者1・2塁の場面で2塁走者の檜山、慎次郎に代わって、 ダイソーで出場した。2012年、一度も一軍昇格できずに終わり、10月9日に、右ひい関節形成術の手術を行った。2013年、二軍では24試合に登板し、防御率2.25を記録したものの一軍では、わずか3試合の登板に止まった。2014年、シーズンは一軍での登板はなく、二軍でも、防御率4.88に終わった。 同年10月1日に、球団から戦力外通告を受けた。球団ゼネラルマネージャーの中村克弘は、いい時のストレートが戻ってこないのが一つの理由と、説明した。12球団合同トライアウトに参加したが、獲得意思を示す NPB 球団はなく、12月2日に、自由契約公示された。BC、石川時代2015年、3月2日に、 b c リーグの石川ミリオンスターズが西村の獲得を発表。リーグ戦ではクローザーとして26試合に登板するとともに2勝11、セーブ、防御率0.00の成績を残した。シーズン終了後の11月10日には NPB 球団への復帰を視野に12球団合同トライアウトへ再び参加。 シートバッティング形式による打者3人との対戦を三者凡退でしのいだことから NPB でのプレートライアウトへの参加経験がある石川の佐野次期取締役は終了の直後に防御率0.00の投手を取ってもらえなかったら b c リーグの存在価値に関わるというコメントを寄せたしかし西村自身は NPB への復帰に至らなかった2016年 リーグ戦23試合の登板で2勝1敗、防御率2.70をマーク。リーグ西地区におけるチームの全校期連覇に貢献した。シーズン終了後の11月12日には3年連続で12球団合同トライアウトに参加。阪神からの対談後初めて甲子園球場のマウンドへ立つとともに3人の打者を相手に、 一脱三振一を死休一本だという結果を残した。しかし、NPB 球団からの獲得オファーを受けるまでには、至らなかった。BC、シガ時代2016年11月24日、翌2017年から、新たに BC リーグへ参入する、シガユナイテッドベースボールクラブへの移籍が発表された。シーズン開始当初は先発として起用され、 開幕第2戦の富山戦で初先発し勝利を挙げた。この勝利はチーム設立後初の勝利であった。シーズン途中からは中継ぎでも起用されることになり、後期は先発機会はなく中継ぎ、クローザーとして登板し7セーブを挙げた。最終的に31試合の出場で72回3勝8敗、7セーブ防御率4.25の成績の残した。 シーズン終了後には、滋賀からの対談が発表された。2018年に沖縄県名護市のエナジックへ入社。入社後は、社会人野球に参加している社内の公式野球部で、コーチを兼任しながら、現役生活を続けている。背番号は18。その一方で、古巣の阪神が沖縄県内のギノザ村で、春季キャンプを実施していた2021年2月には、 テレビ大阪からの依頼で、キャンプ取材を一任された。前年初頭からの新型コロナウイルス感染拡大の影響で、NPB 球団のキャンプ取材が例年より大幅に制約されていたことを背景に、野球解説者や野球評論家でないにもかかわらず、県内在住の阪神オービーとして、白羽の矢が立ったもので、取材の模様は3月13日に、ミルクボーイとジューヒート、 タクマの猛虎大作戦2021の中で放送されたストレートと縦のスライダーを軸にフォークカーブシュートを投げる。阪神時代には最速時速149キロメートルのストレートとマウンド度胸の強さを武器に投球イニング数とほぼ同数の三振を奪っていた。右肘を痛めてからはストレートの最高球速が 時速 130km 台の中盤にまで低下したため、急速に頼らなくても抑えられるような投球を心がけていた。ありがとうございます。